はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ16時のお楽しみ、ヨッシーウールワールド、よし、しましまヨッシーとかいうそのまんまネーミングセンスのない感じの何かしでやっていきますけど、みんなのトラウマだな。二面のワンワンつったらにみんなのトラウマですよね。あんでほどけるワンダフルなやつ、あんでほどけ、あ、そう、全部ただキャンペーンなんでしょう。全部ただキャンペーンな時は使うっていうね。じゃあ今度はどうしようかな。穴に落ちても戻ってくる。これしよう。めっちゃ穴落ちよう。めっちゃ穴落ちるわ。これでもかっていうぐらい穴落ちるわ。もう穴しか落ちねえ、むしろ。ね。すごいな、なんかさ、字の感じ見てると、本当に若い子やってる感じのゲームなんだね。よし、穴。ナイスは、ええな。やばそうだな。はい、あんで、あっ、ワンワンがワンワン岩になってる。なんでなまったの。え、ワンワン、ワンワンってワンワン岩になれるんだ。え、で、ほどくの、ほどくとワンワンになるの。怖っ。あ、で、しかも色によって変わるんだ。え、ちょっと黒がいいんだけど。そんなお好みはどうでもいいっていう。はい、よし、まあやっていきましょうか。なんかそういうステージらしいですね。これなんかさ、あ、あんでほどけるだから。あ、しかもそうか。これで、ワンバンこれ誘導していかなきゃいけないわけ。はい、来て来て来て。はい、来て来て。来て。はい、来て。からの、はいよー。紫色になって、で、これ、わー、いいステージ。これはめっちゃいいステージよ。頭の体操にもなるし、すごいなんかやってて、すごいなんか、おーってなる。そう、幼心をくすぐる。こういうの好きだろうな。なんかパズル組み立てる感じでさ、僕もね、幼少時代は本当にね、大好きだったから、僕ね、一個見逃しちゃったところがあるんですけど、いいですか。あの上、絶対なんかあるでしょ。右から行ける。俺の、あれだったら、アクション能力だったら右から行ける。きっと、過信していくプレイ。あ、大丈夫。あ、そんな窮屈なアクションじゃない？大丈夫。よしよし。で、ただ、問題は、ちょっとワンワンに過信していくプリング。来い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 。ワン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 来い来い。そう、お前なら登れる。お前なら登れる。登れた、本当にやべえ、どうしよう。待って、こっち来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 て。もう一丁もう一丁。ナイスでーす。これは面白いね。で、ちょっと待って、これ壊す前にこっちに先に飛ぶと、あるから。えぐいなぁ。ちょっとずつえぐくなってきたね、これね。いいよ、ちょっと頭真剣に使っていかないとね。この辺とかない。ない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 。ここ。ない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 。よしよしよし。よし、いいでしょう。まあ、このワンワンをすごい重宝していくのだけは分かった。はい。で、落として、ただね、ワンワンね、忙しすぎるのもね、良くないのよ。愛しすぎることもないのよ。愛されすぎることもないのよ。これ、やっちゃった。あ、でもさ、これ今までだったら、やっちゃったなんですよ。ああ、やっちゃったーって。ああ、もうワンワン今転がしすぎちゃったから、もうこれでダメだわ、なんだけど。でも大丈夫。なぜならワンワンを、こうやって、かわせるから、ワンワンこっち来て。はい。はい。で、こっち来て、はい、ワンワンを、せーの、こうやって。そう。今までだったら、向こう側に行く前に、こう、スッとこっち来て、あーえーってやんなきゃいけなかったんだけど、そうじゃない。いや、これはね、だいぶ親切設計ですよ、これ。本当に。だいぶそこでね、そこミスって、最終盤とかにあって、で、それやらないと、こう、赤コインとか、フラワーとか取れなくて、100点満点取れないみたいなステージとかがすっごいあって。多分だけど、そこじゃないってことはここじゃない？でしょうね。うん。まあ、どっかしらに抜け道はあるんだろうなっていう感じは、しましたね。これは結構わかりやすい。やばいか？やばい！あー！縮小。よし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 。なんかワンワンとこう、久々にこう、手を合わせて何がし、何、大丈夫それ、大丈夫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 ？上に上がります。ここでワンワンと別れ。悲しいな、ここまで頑張ったのに。ありがとうな。じゃあ最後ぐらい解放してやるわ。これさ、登れない？ここ。はい！あ！登れたところで何がし。なるほど。お前はもう一生ワンワイワンになっとくじゃん。残念だが君の運命はもう決まっているようだね。
よーし。ぴょん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 。さて、あ、そこでスイッチ。あ、あ、スクミズ？あ、スクミズじゃないね。なんかすごい今スクロールっぽい動き方したの。あるんで。君は何を目指してそんな飛んでいるんだよ。何がしたいんだよ。夢があるのか、棒高跳びの選手ともなりたいのか。でもね、残念だからね、君はね、手がないから棒掴めないんだよ。だから君はね、棒高跳びの選手じゃなくて、なんかトランポリンの選手かなんかになろうぜ。目指せ。自分のさらなる高みへ。ワンワン。こういうことでしょ。まあなんか違った気がしなくもないけど、当たった気もするみたいな。あ、ね。ああね。うん。ね。なんかすげえ。ああ、で、まあいいや。とりあえず下か？これは登れないか、さすがに。まあ、押すだけ押していきましょうか。多分上もね、絶対どっかで動かすと思う。ああ、そこだな。そこで動かすと思うんで、一周回しましょうか。その矢印すら、みたいな。こっちよ。いいね。某バカ犬と比べて賢いから。ごめん、こっち。賢いね。いいね。こいつペットにしてるわ。某バカ犬と違って頭いいし、ちゃんとついてくるし、ちゃんとね、規則正しくついてくるから、偉い。あざっそう。ほんでね、足場にもなるからね。まあ、バカ犬も足場にはなるから、一応足場にはなるけども、なんかあるんですが、これボーナスステージっぽくない？なんか BGM 止まったよ。なんじゃこれ。スイッチがあって、ね。はい。でもさ、それやって、そのスイッチを押してどうなるんだろう。ちょっとわかんねえけど。よいしょ。まあ、ちょっと来てもらって、おいでー。ここで、このまま踏んどく？はい。上がってくるのね。割と親切だったわ。なんか、落ちるもんだってっきり思ってたから余計になんか。どこですかな？この辺ですかな？このステージのどこかでしょうな。自力でこう、行く感じですかな？違いますな。どこだよ。これわかる？若干確かにくぼ、いやー、わかんねえよ。くぼむもん、普通に他のも。若干デコボコしてるもん。そんなもわからんよ。えぐー。うまいですね。コンプリートするにはやりがいがある何がしって、ね、よう言ってましたからね。そういうことなんでしょう、きっと。毛糸は？フラワーに一気一中してたけどさ、ケイトは？あ、おまりをそうですね。よいしょ、青押すと青が出てくるみたいな。ああ、二つ出てくる。二段ね。ああ、危ねえ、これワンワン岩な気がしたんだ、すげえ。ほう。とりあえず、こう、壊しといて、なるほどね。これは難しそうだね。っていうか、すげえめんどくさそうだね。どっちかっていうと。で、こうしといて、で、まあ、ワンワンを連れていくみたいな感じなんだろうが、ただその前にこの上とかをしっかり確認しとかないと、何があるかわからないから、ということで、まあ大丈夫ですよ。ちょっと待ってね。この下僕行ってないですよね。行ってないよね。ほら。マジほんと見落としやべえぞ、今回。ほんとにやばい。あれ？三つ目？あ、来てる。危ねえ。もう完全に俺、フラワー四つあるからアウトだと思った。いけるぞ。パーフェクトある。まだある。パーフェクト目指して。はい。あ。いや、積んでないか？大丈夫か？
うん、で先見てワンワンが行けそうだからまあ行ってもらいますかみたいな感じかな。めっちゃ頭使うね。でここで、はい、分かってるから、分かってるから、そこにハテナあるから、ここはい、ない、はい、サーセン、サーセンで、ワンワン持っていきの、ちょいでー、はい、ちょいでー、あ、お、なんか上にある。で、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 上。違う。なんだろうね。まあ、奥側にとりあえず行って。もう一匹いるな。もう一匹いますね。間違いなく。あ、やべ。置いときたい、置いときたい。はい、よし。いじるな。そう、大事だから。こいつはね、意外にいじんない方がいい。これ、乗れない？乗れない。そんな裏面ない。これはね、どけますわ。はぁー、そこが壊れた。はぁー、で、こうして、あー、抜ける。俺が抜けられる。もう全然わかんない。で、あ、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。あー、しかも親切設計ね。ちゃんとそのところで止まるようになってる。設計してる、ちゃんとステージ。ありがてえ。もう一回戻すっていうね。一回戻すあたりのこの。さあ、どうしようかな。どうしようかな。慎重に、慎重にここを押して、こうして、こうして、ああれ？トゲで倒せたっけ？倒せたっけ？カチカチくん。カチカチくん。僕さ、あと、もう一個、この辺になんか、やばい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 、せい、お手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 、お座り、お座り、おかわり、犬。よし。ない、ないっすか。狙いすぎ？狙いすぎ。あべ！吹っ飛ばせー、よーし、ゴーゴーレッツゴー、よーし。え？ちょちょちょ、待って待って、あの、すいませんすいません、あの、勝手にフラワー揃わないでいただけません？おー、え？ここにあったのか。あ、そういうことか。何そのミラクル、完全に、わけがわからないミラクルなんですけど。持ってるね。持ってる音が違うね。そんな高飛車になっちゃいけない。はいよ、あ。卵で卵作れるんだね。これは、ワンワン岩でワンワン岩押しちゃう感じ？あ、ごめーん、ごめーん。すげえ悪いことした気がする。おー！ワイパイワンワン岩！ワーワイパイ！ワー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 ちょっとくまなく見てたかもしれないですけどね。まあ、いいんじゃないですか。はい。パーフェー！あ。マジか。そこ。あ、で、もう一つ気づいた。穴に落ちるとは何だったのか。悲しいな。穴に落ちたかったんだけどな。ここー！うわ！あ、ね。はい、からの？はい、次。はい、二つ目。リンゴ。卵がないから、卵がないからきついよ。よし。あ、これはね、今までのボーナスなので一番簡単です。余裕。余裕。タイミングさえしっかり合わせられれば、はい。ちょっと待って、今の選択ミスったね。明らかに最後のワンステップにした気がします。2900やったぜ。これさ、ルビー、どれぐらい、ね、集めたらいいんだろうね。大きいスタンプ入らない。あ、新しいの来た。ねえ、いくつ？なんか、10万とか集めるとなんか、ヨッシー集められたりするのかな？新しいヨッシー。さあ、変身！ワンワンヨッシー。なんだこれ？みかん！シトラス！うん。合ってる合ってる。いや、日本人なんだから、みかんって言うんです、みかん。だいたい合ってるだろ、みかんとシトラスって。一緒だよな。
ロシコ、はい、チェンジ。むやはー。なんかチョイスがあれですよね。ちょっと、女子って感じですよね。ビッグパータパータ。ビッグノーコノーコーはいたんですよね、昔。ビッグノーコノーコーつって、頭だっけ、甲羅だっけ、吐くと、べ、へ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 、つって卵出すやつ。うん、激もやつ。へ、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 つって。で、その卵で5回ぐらい当てると、ひっくり返って、甲羅ヒップドロップされて死ぬみたいなね。ありましたね。さあ、鍵を取らなきゃいけない。うん。あればかりっす。へえ、お腹がボタンになってるんだ。あ。あ、だからのこのこはやっぱ食えない。ね、やっぱ甲羅として扱うしかないと。なるほどね。あ、で、そうか。ここに甲羅投げろよってことか。そういうことか。わかりやすい。わかりやすい、わかりやすい。そんで、左上にブロックがあって、右上にもちょっと気になるものがあるんですけど、とりあえず甲羅投げとくか。これ、あれですよね。あ、そう、大丈夫だね。卵で壊れたかなってちょっと思ったんですけど、卵じゃなくても壊れる。そして、なんかちょっと新たに道が生まれてしまったことにちょっと困惑。俺し困惑。こっち取る先に。よし。ほんで、ピャーパータパーってよく食ったな、今。右側にも道があるから、あんまりこう行き過ぎるようだったらちょっと戻らなきゃいけないね、みたいなことをちょっと思うけど、よいしょ。なんかある。あ、大丈夫。え、これ大丈夫って。まあまあまあ、行くか。まあ行くか。土管だから戻れるで。ああ、大丈夫、大丈夫。よしよし。慎重ね。慎重プレイよ。よいしょ。はい。ほんで、これ一周回ってくる感じなのかな？そしたら、洞窟を。ナイス、ナイスアイディア。で、あと、柄見といて。壁の柄。壁の柄が、多分ね、隠し通路に合図。始まりの合図。ない。あ、やりどよし。やりどビッフィーみたいな言い方をするよ、同じのやりどよし。はい。階段でしょ。でん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 。のっそのっそ。早いよね。階段登るのがね。いや、階段登ると言ったらのっそのっそのっそですよ。あ、そこダメージあるんだ。あ、てか、鍵針じゃん！今気づいた。やりど、やりじゃねえ。鍵針ヨッシーじゃん。ヨッシーじゃねえ。ヘイホだよ。気づいちゃったね。ここ入っちゃおうかな。入りますか。デュン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 。お。ほんとだわ。鍵針じゃん。今さら、まあ多分今さらなんだろうけど、見てる人からすると。そういうところも意外とちゃんと世界観を大事にしてるんだね。じゃあさ、あの、針の糸通しヨッシー、ヘイホとか言うのかな。あのさ、針の穴にさ、糸通すのめちゃめちゃ難しくないですか？あれ、おばあちゃんとかさ、めっちゃ簡単にやるじゃん。なんでできるの？あんな簡単にって思いません？すごい、よね。あの、針穴、なんか、金具みたいなのがついて、金具をこう、スッてやると、通せるさ、やつじゃないと絶対組めなかったんですけど。多分、そういう人いっぱいいるでしょ。ね、あと玉結びがね、結構うまくできなかった。なんかすげえごまかしてた、昔。玉結びできねえやつって。なんか玉結びっぽく結ぼうって。結び目いっぱい作れば騙せるべよって思って。騙せなかったですよね。こ、ね、れこうでしょ。これは合ってる、絶対。これ絶対二度手間になるやつだから、今の。絶対合ってる。よし、後半戦。これ右からしか行けないやつなんじゃないのか、なんかないのか。はい。いや、それはえぐいね。はい、ここ上にね、投げると止まりますからね。ん？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 何？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 それ。あれかな？クッキータワーで、ドゥルールーのところで、なんかカーテンの後ろに入ると、マリオがちっちゃくなって、説明が長い。伝わる、多分。どのマリオシリーズにも一個ぐらいあるから伝わる。説明しなくてもきっと。僕はそう信じてるわ。よし。これは？これは？
ベロン、ベロン、ベロン、ベロン。一個だけかよー。なるほどね。あ、これさ、上から踏んだらさ、ノコゴ出てくんのかな？裸で。あ。じゃあの。検証は後ほど。真っ裸のやつは食えるんだよね。おいよ。ちょっと踏むか。あ。甲羅になっちゃう。残念ですね。ちょ、これあれだな。これちょっと、危ういね。満点が。よしよしよし。なんか出てくる。結構怖いな。おいやー。あ、え、ちょっと待って、なんで、いたやん、さっき。いたやん。よし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 。来て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 、君大事、めっちゃいるやーん。なんでおるんやー。こう。おらん。あ、え、いけない。え、じゃあどうすんの。取られへんやん、あれ。あのいつものやり方でピョーンって行くやつじゃない。わかった、そんな時はこれを使えばいいんだ。え、え、あ、乗っちゃった、乗っちゃった。え、わかんない。割とマジでわかんない。え、割とマジでわかんない。え、ちょ、どうしよう。わ、これは、いやー、見えてて取れねえの超きついな。悔しいな。なんかないか。なんかないかな。のこのこ、敵踏んだら、いけたりしない？しない。さっきさ、卵が外れただけ的な。違う、あ、違うね。わかんねえな、これ。ここにハテナグモがあって階段を作っ、さすがにね。あ、届かないんだ。さすがにな。さすがにですよね。あ、おや、第二の関門。マジで言ってる。ちょっと見せるわ。あ、いけるいけるいける、よし。あ、せい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 。絶対ごめんごめん、ちょっとやらせ、ちょっとやらせ、ちょっとやらせ。来た、よーし。こうやってやればね、みんなもいけるから頑張ってね。卵作ればいいんですけどね。この右上にあるからない。まあでも大体これで回ってきたっていうか、鍵がでもさ、なくない？なんかずっと鍵探すためにさ、うろうろしてたはずなんだけど。はい。はい、せんなら。これさ、なんもなかった。なんかあるかな。鍵あったー。大丈夫。死ね、倒、あ。倒さなければ復活してくれるんですよ、こういう敵キャラは。じゃないと、だってさ、卵ない状態でここに来た時、子供どうするんですか？泣くでしょ？泣くんだよ。だから、頑張る。こうやって、地道に。おや？おや？のこのこの甲羅の、パタパタの甲羅の仕様が違うぞ。これフラワーなんじゃねえの？これ。もう来てくれないな、あいつは。しゃあない。行くしかない。もうこれがフラワーだったら諦める。フラワーじゃないでしょ。コインでしょ。ハンコ、ハンコ。ハンコは、諦める。いや、諦めよう。さすがにもう一周回るのはきついな。さあ、果たして、ケイトと、ケイトワール。何、大丈夫今。まあ、こういうことですよね。はいはいはい。まあ、ケイトはいいよと。この兵法は明らかに怪しい。
なんもない、なんもない、なんもない。で、フラワーもある。まあ、これでいいよね。やっぱり、ハンコっぽいですね。ハンコ14個しかなかった。あれ大体取ってたと思うんですけどね。あ、ボスか。あ、ここボス面だったんだ。あ、そうだね。ビッグノコノコつってたもんね。今更ね。忘れっぽいですね。あ、やばいぞ。タブコンがピコンピコン言ってる。やばい、全然気づかなかった。気づかないよな、意外とね。キキキ、私の邪魔をするな、ここまでりゃ。バタバタ、出ますぞ。上から押しつぶしてやれ。ドゥルル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 あ、そこに網目があって、ひっくり返って、ピックして、転がっていって、もうお腹いっぱいだから動きたくないよ、みたいなことを言って、ぐるぐる回って、昼休みだから遊んで、あー、昼休み疲れたなー、じゃあそしたら、今度中休み終わったし、3、4時間目頑張ろう、みたいな。ぐるぐるぐるって飛んで、あーって、うわー、やめてくれーって飛んで、またひっくり返されて、うわーって。おー、お腹すいたよ、給食の時間だ、やったーって給食でめっちゃ可愛いみたいなね。結構エグい。飛んでたら全然持たなかった。あー、目が回ったなーみたいな。よーし、じゃあもう一回頑張るぞって5時間目が始まって、5時間目始まって、5時間目始まって、はいっつって、あー、やめてくれーって。ほんで、ヒップリトロップして放課後はもう遊べないみたいなね。悲しい。悲しいわ。僕がお腹を踏みつぶしてしまったが限り。ウェハー！はい。茶番、オツ。ハンコ5個なかったんですけどね。まあ、あそこのハテナ雲に2つぐらいあったとして、残りあと3つぐらい何なんだろうっていう感じですけど、まあ、よかったじゃないですか。フラワーとケイト取れたらね。いいんじゃねみたいな。なかなかでも星マーク難しいですね。220個。よーし。新しいパワーバッジゲットした。ということで、また明日の16時にお会いしたいと思います。ダルメシアン、チェック。すげえいい発想だと思ったんだけどな。絵柄的に。あとさ、ここのさ、BGM がさ、時々さ、土壌が出てきて、聞こえるんだけど。こんにちは。